何がそんなにお前金ねえんだって。社会で16歳になった社長はすごいです。すごい今冷たいこと言った。違う違う、バカだお前。やつだよ今。お疲れ様です。お疲れ様です。バカすごいです。46歳になった社長はすっごいです。今日46歳ですよ。え、本当ですか。まあ LINE に書いてあるだろ。前何しか送ってこいよ。アピールはすごいよ。アピールはすごいから今日忘れてるし、誕生日おめでとうわ。じゃどうせ会うから別に会った時でいいやと思うじゃないですか。誕生日おめでとうって一発目からそれさじゃあ絶対それだなっていうぐらい間があったんですよ。おはようございますって言った後にいつもの喋ってくるのに、喋ってくるとなんか待ってるかのようになって、ミオがはいって何ですかって言ってから喋ってきたらしいです。いつもならそんなことないのに、すごいおめでとうって言ってほしい人みたいな46歳になっても嬉しいの、その誕生日おめでとうラインって。で会社とかで会う人ってさ、やっぱおめでとうございます直接言われた方がなんかないよ、寂しい。じゃあ LINE よりは良くない。だから俺今日会社行かなかった。なんで変になんかケーキとか用意されるの嫌だし。でもされてない、恥ずかしいし何もなくても寂しいし。多分されてない。すごい今冷たいこと言った。違う違う、なんかじゃあ社長がなんか嫌だって言ったんですよ。そういうの好きじゃないのか。それなんか一回だってサプライズやったじゃないですか。それ業道やめてって言ってきたじゃないですか。社長ってなんかよく祝ってもらいたい人多いじゃん。俺そういうもんじゃないと思う。逆に俺誕生日だからみたいな振る舞いてやる。いや、ケーキ買ってきてください。結局帰りにジムか。じゃあ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 ミオと千葉だからそれをやろうって言って一回やったら嫌だって言われたからやめたじゃないですか。そして振る舞いたいって言ったんでじゃあケーキ買ってくださいってことじゃないですか。じゃあジムに帰ってたのかじゃん。まあ今日の朝から誕生日おめでとうございますじゃなく違ったんだ。いや、お前どうぞ。15日ですか。先週の土曜日だろ。今日何曜日。いやいや、毎日週間でもお金貸してくれって何がそんなにお前金ねえんだって。お前あ、俺でも飛び火するぞみたいな逃げてーって。チラッと見たの俺逃げてーって感じかな。一緒だよお前もう何がそんなにねえんだお前。社会で支払えてない。なんか書いてあったなお前、絶対に LINE では財布なくしたとか財布なくしたとかこれだとかこれだって言い訳入れてくるで、ね、ちょっと今日はまともだったな。支払いでないんで。支払いでないって給料いくらな。給料いくら安い。1万1000円。僕は知らん。他の人。僕のちゃんと自分の給料パックしてないです。戻ってきてからパックしてない。なんでその計算しないの、月に何来ててみたいな。戻ってくる前で多分1、1とか。なんか飛び火来た。飛び火来た。飛び火が来た。だから 20万でもないな。25万ぐらいあるけど。今回でもみんな少なかったね。だって休みが一番へこんでた月だ。3月分が入るんじゃないですか。で3月ちょっと暇って言って。いつ締めだ。20日締め。25。あ、だって2月がちょっと少ないから。28日だから。に加えて多分出勤日数とかも。20ちょいでしょ。あ、休みがちょっと多くてみたいな。22だった。普段なんいつどんくらいなんですか。26とか。20万ぐらい出勤なんで。まあでも4、5万変わってくるってでかいですよね。20万だろうけど、その支払いって何やんじゃん、逆に。携帯と。携帯が1万円ぐらい。5万。5万 ?5 万だってなんか言ってたじゃん、なんか前の機種のやつも払わないといけないって。前使ってた携帯も払い終わってないから。嘘つくなよお前、5万の携帯だっぱいあるお前。やつだよ。2台分払ってるんですか。なんで2台分って。いや、前の携帯が使えなくなって、で保証入ってたら新しいの買えるじゃないですか。アップルのサポートみたいな。それに入ってなくて。うん、機種代ってこと。そうっす。機種代が月いくらするの。1台2万5000円です。2万5000円。1台毎月全部合わせて。だけどそんなの2万5000円だったら機種なんて上すんの。高くして10万ぐらいじゃないの。 iPhone とかで10万ぐらいでしょ多分。いや14、5万とかするやつはするよ、機種によっては。15万としたって2万5000円払ったら月いくらや。5ヶ月から6ヶ月だと12月に変えたばっかりなんですよ。あ、最近で2台目で機種代だけで5万円ぐらい払ったそれプラスなんか使った時の飛んだ方がいいですよ。そんなもっと下げれるだろう、1万円と。一番、その、なんていうか、プランの一番下のやつ売ってるんで、落とせるだけ落として。そんなにか、機種代なの。よがみ、その前の、前の機種だとかない。1台で買ったの。今ので1台だけで。2万5000円だよ。そんなにするの。安いやつ持てやじゃん。ギオかなんかで買ってこいやん。そんなするんだよ。いや、死んでしょ。2万5000円だったら6ヶ月ぐらいで終わるじゃん。2年分ぐらいとかで行くでしょ。もう絶対嘘だな、お前。壁病だろ、それ。ギガとかによってもまたプラスになってくるよね。今持ってる携帯は。機種代だけでってことだ。
あ、で、強いのとか全部入れて。あ、そう、全部入れてっす。で、前の2万5000ってなんだよ。本体代金。で、もうできるだけ早く終わらせるように。できるだけ早くって、お前もやかしてる。まあいいやな、お前。お前はいいわな。ちゃんと月末まで全部払っておいてな。あ、行ってくるよって。田中さんたちみたいな、お前、詐欺師みたいなことしやがってな。うん、で、それと、まあ、まず、携帯で5万。んで携帯で5万払う。家賃で家賃はもともと引かれてるんで。あ、引かれて20何万と。いや、ないです。先月で、もう給料日で。家賃がいくら5万ぐらい ?6 万いかないぐらいです。家賃5万9000円。そんな高いの？そう。自分で貸しちゃって。いや、量は6万6千ですよ。高いな。それと駐車場入れて、だもんね、3千円引いた金額の中で、6万3千円か。水道込みの5万9千円。あ、水道とかも入れてな。電気代は。電気ガスは自分で払ってる。あ、で、水道だけなんだよ。そこは落ちる。もう固定なんだ。で、6万。だから11万。で、電気代は？電気とかする。6万、12万。ぐらいじゃん。あと。水道入れてないんです、水道。いや、水道はその家賃だろ。うん。家賃。8万円残ってる。もともと喋らんもんね。今日自分の飛びするもんね。今日やたら喋らんもんね。なんならちょっと一つ言って、こうやってカメラ向けとってタクさん映ってなくなったとか、多分バックしてとんなと思ったよ。お前なんか、お前絶対来るだな、お前。8万で残り8万あるでしょ。携帯家賃電気代で12万円として20万円でも8万円だぞ。先月そもそも出勤日数がそんなになくて20万あっただろ。20万もない。家賃引く前だぞ。こんなわけじゃ1万1000円で 19日でやったらもうそれ19日ぐらいでしょ。まあ、しょっちゅう休んだもんな。しょっちゅうそれ浮いて、あ、前借りも引かれるんか。そうそう、大変引く引かれた7万ぐらいです。あんまり終わって1万しか分かった。前の月の分で多分返済お願いしてたんですけど。どういうこと？出張行く前の分も多分今回一気に引かれてて、その引く前にもう給料の計算全部終わらしちゃってたらしくて、あ、前借り翌月に回しますねみたいな感じで、要は15日とか14日に返っちゃったみたいな。そんな感じです。で今回まとめて引いてもらって、で手元に余ったのが6万1千とか。6万1千のこと振り込まれたので、そこから支払いして6万1000円振り込んだらもう携帯6万だからもうないよね。1000円しかなくなっちゃう。3万返せ。1週間だよ、はい、ほぼほぼだってマイナスからスタートみたいな感じだもんね。喋れんぞみたいな感じなの。携帯なんか高すぎるわ。だって、うん、なんかあるんでしょ、そういうなんか1年ちゃんと持っとったら安くなるみたいなプランないの？2年かなんか何年か持ったらもう払わなくてよくなるんじゃない？はい、2年か3ぐらいだと思います。機種代なんか全然かからんだよ。その2年の間にその使ってた携帯を返して新しく機種変かけたら、その今まで使ってた分の携帯代は免除されますよみたいな感じです。なんかあるよな。だけどそれ使う前に壊しちゃったから2年経つ前に壊れて、うん、入ってないの？入ってなかったです。安心保証って入ってなかったです。もう今入ってる。今入らんといない。今は入ってそこで学んで入ったり、ね、画面とか割れても交換してくれちゃう。まさかバキバキになって携帯の画面動くなるまで思ってなかったんで、別に入らなくてもいい。すごいわ、ね、ちょっと性能もそう、ともそれぐらいです。そうまあでも今回入ったから、まあ、同じ感覚だったけど、ね、お前は今分かる。はい、じゃあまあまあしょうがないな、まあ、とりあえず今日3万だろ。まあ、俺ジムにも行ってある。もう一回俺もこれからジムにも言うから、うん、お前やり問題で、はい、ございます。白判定かな、まあ、しょうがないなっていう。ああちょっとずつ、ちょっと携帯で何か欲しいの。でももうその2万5000がなかったらちょっとでかくなるよね。いつまであるの？あとでも2ヶ月後。ああ、そっか、そこからだいぶ違うな。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。せーの、またみてねー。